真っ赤なリンゴを頬張る。ネイビーブルーの T シャツ。あいつは可愛い。年下の男の子。寂しがり屋で生意気で、憎らしいけど好きなの。LOVE 投げキッス。私のこと好きかしら？聞かせて。ボタンの取れてるポケット、汚れて丸めたハンカチ。あいつは可愛い。年下の男の子。デートの時間に遅れる。いつでも喧嘩を仕掛ける。あいつは可愛い。年下の男の子。忘れん坊でわがままで、意地悪だけど好きなの。LOVE 投げキッス。私のこと好きかしら？はっきり聞かせて。片方なくした手袋、ほどけたまんまの靴下。あいつは可愛い。年下の男の子。寂しがり屋で生意気で、憎らしいけど好きなの。LOVE 投げキッス。私のこと好きかしら？はっきり聞かせて。ボタンの取れてるポケット、汚れて丸めたハンカチ。あいつは可愛い。年下の男の子。あいつは可愛い。年下の男の子。あいつは可愛い。年下の男の子。はい、どうもね、今夜はね、キャンディーズちゃんのね、年下の男の子を歌いました。さてね、今日も遅くなっちゃったけど、YouTube でライブ配信したいと思います。もう0時半だ、急ごう急ごう。疲れた。夜が明けて金曜だからね、仕事だから、急ごう急ごうで。短めにやろうね。ああ、寝る時間なくなっちゃう。疲れた。土日ね、今週は奥多摩行こうと思いますね。明日仕事行ったらね。夜が明けて金曜仕事で、土日奥多摩だ、楽しみだ。よし。2021年9日か9日木曜深夜ね。夜が明けて10日金曜だもんね。夜が明けて10日金曜だから9日の木曜深夜ね。君たち女の子、僕たち男の子。へいへいへい、へいへいへい、おいで遊ぼう。僕らの世界へ走って行こう。幸せ探すのは任せてほしいのさ。へい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 、夢があふれる。一度の人生、大事な時間。青空に、日が光る。明るい風の中、髪をなびかせて、ゴー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 。微
微笑む女の子、見つめる男の子、ヘイヘイヘイ、ヘイヘイヘイ、愛の雨降る、一度の人生、大事な時間、泣いてる女の子、振り向く男の子、ヘイヘイ、ヘイヘイ、胸が震える一度の人生、大事な時間、あの瞳、好きなんだ、花火が上がるんだ、二人出ておとり、ゴー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 、男と女の子、心が触れ合えば、ヘイヘイ、ヘイヘイ、おいで急ごう、僕らの世界へ、裸足で行こう。はい、こんばんは、今夜はね、ひろみさんの男の子女の子ね、デビュー曲ね、歌いました。2021年9月の9日、木曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。あ、おすくにどうもありがとうね。ダイマーナイトさんどうも。スーパーさんどうもね。あさんどうもね。サナヤさんどうも。おすくにガランさんどうもね。よかったね。それだ。じゃあ今度これが郷ひろみさんの2曲目。2曲目は郷ひろみさんで。哀愁のカサブランカ歌ってみようか。哀愁のカサブランカ。抱きしめると、いつも君は、洗った髪の香りがした。まるで若すぎた。季節の香りさ、結ばれると信じてた。セピア色した映画が好き。優しくて悲しい愛があるから。スクリーン見つめて濡れたその頬を僕の肩に押し当てていたね。風吹く胸が探してる君のため息ぬくもり。Please come back to me. もう二度とあんなに誰かを愛せない。大人の恋をしたと聞いた。新しい名前になったと聞いたよ。でも僕の心のスクリーンの中、君がはしゃぐ、君が泣いている。二人合わせたコインでも、夢が変えたね、あの頃。Please come back to me. 僕たちは一つの季節の主役さ。風吹く胸が探してる。君のため息ぬくもり。Please come back to me. もう二度とあんなに誰かを愛せない。あんなに誰かを愛せない。これはね、哀愁のカサブランカね。どうもね。言ってないよ、これからよ。じゃあ今度も、この、久しぶりなゴーさん。今度もゴーしろみさんでこの歌いこうか。言えないよって言うか、久々言えないよ。ああ、しなすか、久々だ、言えないよ。笑いすぎた君が涙、細い指で拭ってる。その笑顔に会いたくて、僕はおどけるのさ。もう全部隠さずに。まだちょっと出てこない。久々にダメだな、アカペラだ。じゃあ今日はこの辺にしとこうか。うん、どうも。これは言えないよね。うん、言えないよ。久しぶりだとちょっと無理ね、言えないよ。いい歌なんだから。出てこない、ごめんなさい。
ろいろあってね、これはね、多分血縁関係だと思うんだ、これ、いとこ同士とかさ、それでなかなかね、付き合えないんだと思うんだ、うん、僕はそう思う。笑いす、そう、うん、もう一回、もう今日は、もう一曲、今度これ行こうか。今夜この辺で、あ、今夜は、銀行殺人事件で終わろうか。銀行殺人事件でね。遅いからさ。もう寝る時間なくなっちゃう。じゃあさ、最後は銀行殺人事件で。悲しいね。殺人現場に銀行が起きていた。ガブリと限った歯がついていた。捜査一課の腕利きたちも、鑑識課員も頭をひねってた。霧に浮かんだ真っ赤なリンゴ。謎が謎呼ぶ殺人事件。ああ、パイプ。加えて、探偵登場。ふに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 。男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてから。ふに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 、後を絶たない。ああ、悲しいね。悲しいね。歯形に3つの虫歯の跡がある。キャンドル、キャンディー好きだと睨んだ探偵は、聞き込み、張り込み、尾行を続け、こいつと信じた男をおびき出す。闇に紛れて大きな男、やってきました。殺人現場、ああ、パイプ、加えて、探偵失神。ふに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 、男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブが、リンゴを食べてから、ふに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 、後を絶たない。ああ、悲しいね。悲しいね。アダムとイブがリンゴを食べてから。ふに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 、後を絶たない。ああ、悲しいね。悲しいね。虫歯だったのにキャンディー好きと。でも歯は結構よく有名じゃん、歯、みんな。みんな歯って一つ一つ違うからさね。よくさ、大きな、なんだっけ、日光地で墜落した人の、あれ一体鑑定でもさ、ね、歯の、歯で鑑定したりってよく言うもんだよね、みんな。ね、一つ違う。そういう意味も、だから、よく有名、みんな、歯ってさ、みんなさ、幼い頃から、はい、とか言って、そういうのデータ取ってからさ、それで分かるんだね、だね。うん。あ、見ろ。有名だよね、それね。うん。どうも、こんにちは。ね、だいぶ。大丈夫よ。立ちますよ。僕はね。じゃあ、じゃあ今日のお夜食もう遅いからさ、歌はこの辺にして、じゃあ、早く一応、こんな時間でお腹ぷくぷくなんでね、食べましょうかな。ね、今夜はね、スーパーのお惣菜でね、食べたかな、イワシのエビフライを買ってきた。これ。198円、まあ、200円ぐらいの半額だった。今日はこれ、お夜食。イワシのエビフライ。今日は、頭さんね、このイワシのエビフライ。これ電子レンジで温めようか。イワシのエビフライ。イワシのエビフライね。お皿の、うん、これ。に並べて、これで電子レンジで温めていきます。
ラップして、今日はラップして温めよう。しなっとさせようと思います。ラップして、これで温めてくんね、イワシの磯辺フライ。すごいすごい、もうエネルギーがなくなっちゃう。じゃあ温まるまでね、じゃあもう一曲歌おうか。温まるまで、今度はね、どうもこんばんは、鈴木さんどうもね。じゃあ温まるまで、この歌いこうか。おなじみこの歌。いきましょうか。シングルベッドいこうかな。どうもね。流行りの歌も歌えなくてダサいはずのこの俺、お前と離れ一年が過ぎ、いい男になったつもりが、それでもこの年まで俺が育てた裸の心はおしゃれしても車変えても結局変化もないまま、早く忘れるはずのありふれた別れを、あの時のメロディーが思い出させる。シングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに、より道みたいな始まりが二年も続いたあの恋、初めてお前抱いた夜ほら俺の方が震えてたね。恋は石ころよりも溢れてると思ってた、なのにダイヤモンドより見つけられない。シングルベッドで二人涙吹いてた頃、どっちから別れ話するかかけてた、あの頃に戻れるならお前を離さない。シングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに。はい、いい感じでした。どうもね、ありがとう。はい、シングルブーツでした。さて、もう温まってみた。じゃあイワシのフライ持ってこうかな。うん、今日の朝食、イワシのフライ持ってくんね。あ、真っ赤でいいね、あれね。おにゃんこのもね。まあ、もう超遅いからさ、この辺でね。今日の夜食。スーパーのお惣菜売り場のイワシのフライね、食べ上げ、いい香りだ。これこれをもう温めてきたんで、これにね、一手間ってかな、きゅうりとみょうがを刻んであずのっけます。きゅうりとみょうが、さっぱりとね。きゅうり一本分でっかいね、結構ね。きゅうりたっぷり、みょうが、みょうがの方がちょいの方が多いかな。きゅうりとみょうがをね、かなり多い、さっぱりとね。きゅうりとみょうがで、これにね、ポン酢ポン酢ね、で
さっぱりといこうかな。こんなもんでいいや。ね、これで。じゃあ、これ、今日はこれで。生姜とみょうがだけでもうまいんで、さっぱりしてね。いただきますね。こんないい。うまだ。え、そう、でも。そうね、でも。いや、みょうがの香りがいい。うまいよね。大丈夫よ。ありがとうね。次にさ。青唐辛子もうないですね。こないでさ。もう最高じゃん。さすがみょうがで安いからな。みょうがだって1パック量少なければ100円ぐらい売ってからね、多くても160円とかさ、今ね。じゃあお酒持ってこうか。じゃあ今日の飲み物持ってきます。ベルグじゃんね、ベルグ。第3のビール行こうか。ホワイトベルギー、ホワイトベルギーでフルーティーな香りね。はい、乾杯。ああ、ハイボールか。今日は早割りなかったね。野菜ちょっと多かったから野菜から食ってます。ね、うん。食べようかな。この味の染みたイワシのフライ、磯辺揚げ。いい感じだ。まあ南蛮漬け風だよね。ウサギはキュウリ食べんのかな。ウサギは人参食うイメージだけどね。もうキュウリ、そうだ、ウサギはあんまキュウリ、ああいう僕のイメージ、なんもイメージないね。キュウリを食うね。食べんのかな。あ、高橋さん、でもこれライブ配信よ。そうね。フライの上にね、きゅうりとみょうがの刻んだのに乗っけて、ポン酢かけて。158センチ。ね。生いいね、女の子ね。いいやん。うまいじゃん。スーパーの惣菜売り場のイワシのフライをさ、温めた上にこれ、みょうがかけて、ポン酢かけて。南蛮漬け風だね、これ。
何時ぐらいかな。言いたくないんだけどね。言いたくないけどね、65ぐらいだと思うんだ。この身長65、どう見ても太りすぎないよね。158センチ、65。65、普通だったら身長170ぐらいでなきゃ困るんだよね。そうでしょ？ 65 だったらね。158センチ、65だもん。そりゃデブだよな。だからね、だいたい3万歩ぐらい歩くといつもまたずれすんだよね、またずれ、山なんか。だと山の中一晩中歩いてるとさ、だいたい1年、3万歩歩くからさ、だいたいまたずれすんだよ。だから下山が一番疲れるわけ。下山はさ、散々歩いた最後の方ね、もうまたずれしまくってさ、でもやめらんないんだよね。だから下山が遅いのそのためで、ね。またずりしまくってなかなか痛くて歩けてんだよ。でも奥多摩行ってんだよね。だいたいそうし、うん、そうだから、天気良ければね。しょうがないね。テープはね、みんなまたずり。またずりがすごいけどやめらん。しょうがない。動画でもあるよね、あれね。YouTube でもまたどりで検索結構あるね、ほんとね。やっぱ、ズボンはみんなそうみたいね。ズボンなんかもそうや、大体。ジーパンなんかもさ、大体股の底が穴開いちゃうわけね。そういうの気にしなんだよ、そういうの。みたいね。だって3万歩歩くとね、またずれ3万歩。目安3万前後か、大体そんぐらい歩くと、またずれすんね。山の中一日歩くと大体3万歩行くからさ、3万歩が大体自分歩くのか、3万歩。まあ人によっていろいろあると思うけどさ、僕3万歩かな。一日3万歩歩くと大体またずれするな。でもしょうがない、でも大丈夫よ。ないですよな。言ってもしょうがないもん。分かってっから、ね、デブだからしょうがないんだって。でも、102枚体、でも身長と体重今言ったでしょ？ 158 センチ65だとデブだと分かるよね。そりゃデブないから。身長が158センチがなくて65なんてね。そりゃデブだよね。どう見たってね。65割だったらさ、170ぐらいないとな。腹が出てるね、腹がね。腹がすごいんだよな。腹がすごいんです。小学校の時に一番太ったのはね、77キロぐらいか、77。一番太ったのは小学校か、中学校ぐらいか。中学で77ぐらいあった。なんか一番ね、高校の時にダイエットして、今ぐらいまでになったわけね。10キロ、77だったからね、
10キロ以上痩せたんだからね。まあ、もともと太って、まあ、痩せて、それほど痩せてはいないけども、リバウンドはしてないだから。60キロだ、今の体重になったら、中学から高校の時に。77あったのかね、60代になって。そう、あれ、順調、あれ、あの、あれ、小学校だから、あの子もね、中学になってもっと太ったからね、もっとね、うん。あの頃、あのデブでしょ、あれ。もっと、あの小学校6年だから、あの後もね、2、3年でもっと増えたわけよ。足の屈伸だな、あの時。足の屈伸200回やったんだけど、毎日。ラジオ聞きながら。食べてたな、本当に、あの頃、いつも親に怒られてたもんな、炊飯器のご飯一人で食ってるって そうだな、中学の一人で炊飯器ご飯食ってて、結構怒られてたよ、本当。あの頃、今も、そうね、足の屈伸、汗だらだらなんだから、足の屈伸すると本当、足の周りがね、汗でだらだらなっちゃうんだよね、あれね、あの頃そうだった。ね、汗かいてデブだったから、なおさら。いつもそうよ、どう。大体100回ぐらいやると、ほんとすごかったの。でも、初め50回ずつやってね、50回からやって、最初に200回をずっと続けて。疲れた、あの頃。でも、またされたら頼んだ。今日やんな、もうそれはもう1時だ、早くしちゃおう。思ったよりちょっと温められた、思った通り。これフライを温めたでしょ、これ。電子レンジで。その熱でこの野菜もちょっと温められていい感じだ。2本目行こうか。今日はホワイトベルズ。じゃあ2本目行きます。2本目持ってくんの、2本目。うまいよね、あれね。まあ、また前にも言ったけど、銀河高原ビールもあれフルーティーでうまいもんなるね。普通のそこのその辺で、大丈夫、調子いいよ。今度奥さんの楽しみよ。あらね、山で初めて使うんだ。あれいいね、今度東京のラジオ調子いい。ラジオって体温だからね、僕買うのって。体温乾電池はラジオのためね。で、明かりに使ってんのがね、ヘッドライトとかさ、ヘッドライトは炭酸だからね。
そんな感じね。炭酸は照明用ね。うん。炭酸がラジオ用でいつも持ってってる。あ、どうも。原田さん、どうもね。ラジオじゃないです。町田に置いてるよ。うん。まあ、イワシのフライ。うん。いやだしかあれも最近見ないのあるかな。うん、そんな変わんないね。みんな美味しいよね。あ、もう1時だ。今日は1時だからね、あれ起きやはりだね。深夜放送は起きやはりだ。ありますね、メガネビーチか男の子二人組ね、あれね。うん。そうね、ありがとうね、サバカンさんね。朝いつも通りよ、いつも通りで。5時半ぐらいに家出たら、4時10分でも大丈夫かな。始発が5時3分だからね。そう、安いね。ビール高いもんな。うん、やっぱビールの方が苦味が違うよね、飲んでるとね。発泡酒、第3のビールの方がちょっと。多少甘いでしょ、ね、スーパーさんも分かる、そう思うでしょ、あれ。ビールの方が苦味が強いのに比べるとね。やっぱ第3のビール少し甘みが強い感じがする、飲んでると。やっぱ苦味の差だよと、僕もビールとの違いは。寝たことあるじゃん、電車の人って。どうしようないよ。総合サンドも行ったよ。あ、京成はさ、総合サンドしたことだからさ。寝ちゃうと総合サンド行っちゃうんだよ。最悪だ、総合サンドなんもないからね。成田で目覚めればまだいいんだよね、成田。一応成田はさ、サンドだからさ、あれ、成田さんの、まだあるんだけど、総合サンドはさ、京成車庫しかないからさ。総合サンドは同時だって、そう。あ、やだ、ね、つらいね。成田だったら多少ちょっと行けばね、あれ、レッドカーとかあるからさ、そこで潰せるからね。総合サンドはどうしようもないや、そこ。ほんと京成の車庫しかないから。普通に住宅街っていうか、ほとんど半分農家みたいな住宅街だからさ。あの辺はね、うん。休みなんで奥多摩行こうと思う、今週は。先週はさ、天候悪かったので行けなかったからさ、今週は奥多摩に行こうかなと、奥多摩で一泊。ね、あのラジオを試してみようかと思って、ラジオ。先日から東芝のラジオ。今度ね、ずいぶん前に買ったクロスオーバードーム F ってやつ。ね、あれを初仕様かな。もう、去年買ったけどね、いろいろさ、DD タープとかいろんなテントを使っててさ、うん。聞かなくて、初仕様ね、ずいぶん前に買った、クロスオーバードーム F ってやつね、あれ。クロスオーバードームっていうのは、あれ、横の辺の長い方が開くわけね。F っていうのはさ、細い方が入り口のやつね。電話来ないよ、あれ。その日の前日、あれ、仕事終わりに決まるみたいだから。職場で言われますよ。うん。いつも通り。いつも通りは明日、いつも通り。普通に平日なんで。
マジで天高く最高だ、今。アウトドアブームになっちゃったからさ、普通そこのキャンプ場はさ、混雑してどうしようもないけどさ、まあさすが奥多摩の山の中はさ、それなりの人だからさ、大丈夫よね、やっぱりね。まあ、それでもいるけどね、すごいなと思う。まあ、人のこと言えないけど、僕も登ってきてるからさ。でも、鹿沢とかさ、その辺の鹿キャンプ場と比べたら、やっぱりね、山の中はさ、やっぱ空いてるよね。本当に、まあ、キャンプブームでさ、そういう混雑嫌な人は山に来るといいよ、ほんと。それでか。いつも4時半ぐらい起きてます。野球大会に乗って都心に向かう分には大丈夫なんで、ちゃってもね。都心だからそんな差ないから。帰りでちゃうと大変なんだよね、帰り。総合参道だもんな。帰りだから当然もう電車終わってるし。大変だよ、ほんとね。何か寝れればそれで、この家帰んないとさ、お母さんを一人にさせちゃったからさ、どうしてもな、しょうがないね、僕一人でね。山はすごい寝ちゃう、僕、本当。テント場作った時、ああ、テント場ついたって、ぐっすり寝ちゃう、本当。意外とね、一人にさせるのあんま帰んなかったからな。ごめんなさい、お母さん。帰ってたらな、もっとお母さんは泣いてたかもしれないんだけど、しょうがないね。何が飲んだ ?20 歳過ぎて家ですから、ほとんど帰んなかったから、僕、ほんと。まさかんかもしんないね。しょうがないね。まだこんな方がいいよな、でもな。でもいいやん。この家は残してくれたから大事にしないとね。住民票は移してないけどね。こまめに帰るようにしてんの、こうやって。住まないとさ、すぐ悪くなっちゃうからさ、家はね。甲子園のお父さんもね、しょうがないね。もう一歩行かないです。これでおしまい。今日はこれでおしまい。そうね。甥っ子ですよ、女の子じゃないね。ありがとう。
どね。うん、エッサ探しちょいか意味わかんない、見てない、どうだろう、もうね撮るよなあれ、うん、もう甥っ子も多分成人だと思うんだ、今18歳でもね、今はね成人しね、早いもんね、もう成人だよな、あの子もな、早いな、今そうだよ、今18歳だからね、そのおかげで多少はね年金もね、年金財政もね、いい感じになるわけよ、あれ。成人年齢を18歳にしたからさ、18歳から年金加入させるようにななったからさ。嫁欲しいな、可愛いの。加藤茶みたいにさ、可愛い女の子が来ないかな。でも加藤茶の場合は自分から言ったからね、若い子にさ、手紙がね、アピールしてね、うん。すげえな。僕、うん、すごいね、加藤ちゃん考えたら、あの子ね、あの人ね、すごいよ。ね、若い子積極的にアタックしてさ、すごいね、考えたらね。でもね、うん。どうもありがとうね。じゃあ今日はこの辺で終わるね。遅くにありがとうございました。もうこの辺で、発泡酒もね、第3のビールを飲み終わったんで。じゃあこの辺でおやすみなさいね。どうもありがとう。暑いことよ。ありがとうね。うん、ではまたね。じゃあ今日また明日ね。おやすみなさい。じゃあ最後の歌、今夜はこの歌で締めようかな。今夜はこの歌で締めようかがとっても青いから遠回りして帰ろう。歌わなかった、ごめんなさい。出てこなかった、ごめんなさい、失敗した。歌わなかった、あーダメだな。アカペラだからダメだな、アカペラで歌えそうなやつ行こうか。歌えそうなやつ。今度これ、じゃあこれ、これで締め、やっぱいつも通り、これ。我が人生に悔いなし。中西麗さんの作詞。加藤登紀子さんの作曲か。鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯を、たった一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ、長かろうと短かろうと我が人生に悔いはない。この世に歌があればこそ、こらえた涙幾たびか、親にもらった体一つで戦い続けた気持ちをさ。
右だろうと左だろうと我が人生に悔いはない。桜の花の下で君る夢にも似てる人生さ。順で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろうと、うつつだろうと、我が人生に悔いはない。我が人生に悔いはない。あ、僕は悔いはないよ。うん。おやすみなさいね。またね、おやすみなさいね。また明日ね、うん。ありがとうね。最後はね、我が人生悔いなしです。いいね。ほんとこの通り、僕、悔いはありませんよ。おやすみなさい。さて、最後の、いつもように最後はこれ。上向いて歩こうで終わろうかな。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す。春のしん、ひとりぼっち。日の夜、上を向いて歩こう。にじんだ星を数えて思い出す。夏のし、ひとりぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら歩く。ひとりぼっちの夜、思い出す。秋のし、ひとりぼっちの夜。悲しみは星の影に、悲しみは月の影に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。ひとりぼっちの夜。はい、今日はこの辺でおやすみなさいね。もう1時17分か、早く寝ないとね。